私の方では、多分、3人今回、登壇者がいて、期待されているのは、この加工、ストラクチャーの方ですね、について何か語ってほしいという、意図があるのかなというふうに思って、スライドを準備させてもらいました。山本さんの方にちょっとお聞きしたいんですけれども、今展覧会の方、動画とか見せていただいて、大変興味深くて、本当にぜひ見たかったんですけれども、実際に一般の方たちも結構見に来てくださってるんですか？どうなんでしょうか。割と自分の仲間は建築関係者が多いんですが、川野さん、ずっと美術館にいらっしゃるので、そのあたりの状況がどんな感じか、お分かりの範囲でお願いできたらと思うんですけども。はい。今回、当館で、初めての、建築の展覧会、だったんですけれども、建築関係者の方もたくさん来ていただいてますけれども、パスポーターという、これまで、すいません、これまで、美術館の、なんて言いますか、コアな、観客だった方々も非常にこうたくさん来ていただいているところです。おかげさまで目標としていた入館人数っていうのも達成できそうな感じではあります。そうですか。はい。で、この、ディスカッションは、後ほど、動画で配信されるということで、じゃあ結構一般の方も見られる可能性が大きそうですね。そうですね。はい。ぜひ、了一解。般の方も、見ていただきたいと思っじてゃあるちょっとところそんでなす。感じで、レクチャーを進めていきたいと思います。私の方はこの加工を、デザインすることとして話をさせていただきます。私の、設計とか、これまで学んできた、経験してきたことをベースにお話をしながら、後半、菊竹さんとの、相違点や共通点、またはこれからの可能性などについて、今時点で僕が思っていることをお話しさせていただきたいと思います。まずは自己紹介ということで、もうこれ誰なんだ、こいつはということで、私の方が、最初、大学の方でですね、武蔵工業大学、今の東京都市大学ですね、の、工学部の建築学科を卒業しています。その後、東京芸術大学の大学院を出て、実は、菊竹事務所 OB である伊藤豊建築設計事務所に約9年間勤めています。だから一応、筋としては、菊竹さんの孫弟子にあたるということですね。その後、2003年から、パートナーの富永と一緒に設計事務所をやっていて、今は、設計事務所の傍ら、東京都市大学で、教鞭も取っているということになります。で、私、自身が非常に興味を持っていることとして、この工学と美学と両方をどうやって、持ち続けられていくかということがあります。私自身が学んだ、教育自体が、学部は工学部、大学院は美術学部ということになっています。で、もちろん日本の大学教育自体がですね、実はこう入ってみると、工学と美学の両方、工学部の建築学科に入っても、美術学部の建築学科に入っても、両方学ぶようになってるんですね。こんなふうに分野が分かれて。で、私が今いる分野、この美学の衣装という分野というのは、大きく言えばその上にある計画学と言われるものの中に含まれているんですけれども、英語で言うとデザインになるかと思います。この同時、一見すると相反する2つをこう同時に勉強していくし、建築物の中にはこの二面性がなければいけないんじゃないかというふうに思っているということですね。で、日本の、建築家が、私が思う限り海外からも高く評価されているというのは、この両方を勉強しているからだと。海外の場合は、基本的には、これ工学系の勉強をするか、美学系の勉強をするか、この二つが分かれていて、建築家と呼ばれる人たちは、この下の美術学部に所属する建築学科出身の人が非常に多いですよね。で、建築、日本の建築はそうではない。
で、菊武さんもこの工学と美学というものの両方を常にこう持ち合わせていて、なんて言いましょうかね、こうその2つがものすごいこう熱を持ってこう彼の中でこう衝突しているような、そんな印象を持っています。で、私 の、 あの直接的なまあ師匠である伊藤豊も、あの多分外から見てると非常に美学的なこう美しい建築を作ると思われていると思いますけれども、内部にいるとまあ非常に工学的なことを大事にしていて、まあ、構造や環境、設備、まあ、しろ材料ですね、この両方を同時に達成するために、まあ、どんなやり方があるんだというのが事務所のディスカッションのかなりの部分を占めていたように思います。まあ、こういう意味では、私自身はこの菊武さん、伊藤さんと、まあ、すんなりこうつながってきて、お二人から、まあ、非常にいい、影響を受けているなというふうに思っています。まあ、一方でこれ私自身 の、 この設計の進め方なんですけれども、このリサーチとデザイン、ただ設計するだけではなくて、リサーチ活動を非常に大事にしていて、事務所の初期の頃から、特にこう伝統的なものに関してですね、リサーチを行ってきています。これは、ちょうど、2年ほど前ですかね、今日、一緒に登壇している本橋さんたちと一緒に行ったドイツのちょうど100年ぐらい前の木造建築のリサーチです。実際にドイツに行って、こう地元の方たちも、お前たち何しに来たんだというような木造建築、まだ残ってるんですけれども、これドイツ空軍の格納庫ですけれどもね、そういうのを、リサーチしたり、でちょうど、昨年ですね、こうやって書籍にするような活動もしています。これは実は、大学院生の頃なんですけれども、日本中の古い集落ですね、を、まあ、実家の車を借りてですね、車の中で、まあ、野宿しながら見て回った、経験もあります。私自身は、まあ、芸大の設計系の研究室にいたんですけれども、こういったことが、まあ、当時は全く誰も注目されていない、同級生に行っても何でもそんなことやってるんだと言われるような活動でしたけれども、まあ、個人的に興味があったんでしょうね。まあ、この時にちょうど島根県に多分初めてですね、来させてもらっています。で、このような、集落、いくつか、まあ、全体で30箇所ぐらいかな、見て回ってきています。まあ、そういったものが僕自身のこう設計との原点となっているし、またはこう同時並行してあるという、まあ、こんな気持ちです。で、この件に関して言えば、やはり伝統的なある種の形態であったり、風景みたいなものを手がかりにしている菊武さんにやっぱり近いのかなと。で、私の伊藤さんの方は、むしろこういう伝統的なものから、少なくとも僕がいた頃は、かなり意識的に距離を取ろうとされていたように思います。事務所でほぼこういう話をすることはなかったですね。私自身も、まあ、実は、建築家として活動していくときに、やはり師匠との距離感というのは非常に考えていたところであって、まあ、伊藤さんがやっていたところで共感できるところはもちろん、まあ、学習していきたいと思ってますけど、伊藤さんが、まあ、やらなかったこととか、意図的に遠ざけていたことに関しては、むしろ積極的にやっていきたいなと思っています。それが、まあ、一つこう伝統的なものだったんですけども、それが翻って、その師匠の師匠である菊武さんに、私としては全く無自覚のうちなんですけれども、近づいていたというのは、非常に面白いなと思っています。これは実は、先ほどちょっとお話しいただいた、山本さんから以前、ご指摘いただいたことで、私たちは全く当時、自覚なかったんですけど、山本さんに言われて、ああ、そうかと、逆に気がついた次第ですね。ちなみに、伊藤さんからは、お前はうちの OB で、最も俺から遠い建築家だと言われてますので、当初の目的は果たしたんですけれども、ボスのボスに近づいてきて、なんか恐ろしい、どこに行っても誰か捕まってるって。はい。で、建築作品の方に入っていきたいと思います。
まあ、富永という、2人とあのパートナーと2人でやってるんですけれども、まあ、その中で私と富永が担当、もしくは私個人が1人で担当というものを建築作品を挙げると、まあ、この7作品なんですね。でも事務所を始めてまあ15年ぐらい経つので、まあ、大体2年ぐらいしか作らない、まあ、日本で一番仕事の少ない建築家という、まあ、嬉しいようなあの悲しいような称号をいただいています。で、最近木造建築が多いんですけれども、まあ、決して木造だけがやるというわけではなくて、この、E ハウスというのは鉄骨造ですし、柱というか、これ住宅なんですけれども、これ R シーズンになっていて、まあ、木造ももちろん好きですけど、木造だけに特化しているわけではないですね。で、建築を作るときに、考えている、まあ、心がけていることがこの2点あります。実験的であること。まあ、今お話ししたように、素材から作り方を考えていきたいなと。木造であればもちろん木造という、まあ、木というものからですね。コンクリートであればコンクリート。鉄であれば鉄と。木という素材が特別好きなわけではなくて、素材自体の、特性みたいなことを考えて、建築空間にしていくのが好きだということになります。で、それを当たり前のやり方を、していくの、作り方を、技術を使うのではなくて、常にこう実験をしながら、新しい作り方を考えていきたい。まあ、これは、伊藤さんの、この同じ、このようなことを学んでいたし、聞くと。それを思い返せば、今回改めて、菊竹さんの資料などを見させてもらって、伊藤さん自身も多分これ、菊竹さんから強く学んだことなんだろうな、というふうに思っています。で、2番目がこう物語的であること。まあ、これは論理的であれとか、まあ、方法論的であれと言い換えてもいいと思うんですけれども、まあ、その時にまあコンセプトを立てると、面白いコンセプトを作るということなんですけれども、この時にこう非常に小さな断片から非常に大きな全体コンセプトを想像しているなと。この小さい手がかりから非常に大きなコンセプトを作る。これ僕自身も意識をしてるんですけれども、やっぱ考えてみるとやはり伊藤さん、菊竹さんというのがお二人ともものすごく上手だなというふうに思っています。でちょっと具体的に、私の建築の作り方を見させ、ご紹介しますと、これは私のデビュー作。名古屋にある中国木材名古屋事業所というものなんですけれども、まあ、木造の厚さが15センチしかないのに、17メートル柱のない、建築空間を実現しています。まあ、非常に大きな、建物なんですけれども、最初のコンセプトというのはこういうちっちゃい木のこうブロックですね、に穴を開けて、両端をクリップで留めてあげると、こう摩擦力でこう接着剤とか釘を使わないでも木を一体化できるよう、まあ、プレストレスという技術、橋なんかでよく使われている技術なんですけど、こう自分の手のひらの中から、物事を考えていく。素材とか技術って何かこう、もちろん最後はすごい、なんだろう、計算であったり、ものすごい機械が必要になったりするんですけど、最初はこの手の中の技術からスタートしていきたいというふうに思っていると。で、教育の方でもすごい意識をしていて、これは早稲田大学の1年生の授業で、まあ、ちょっといろんな面白いことをやる、造形、あれ本田さん、造形演習だっけ設計演習か。設計演習です。設計演習、間違えた。なんですけど、これは目隠しして物を壊せという授業なんですね。で、この女の子が持ってるのはこう割り箸なんですけど、で、目隠しした状態で割り箸を渡すと、で、それを2つにすると、ほぼ 100% みんな折るんですよ。つまり、引っ張りとか先端ではなくて曲げに弱いと。これ、例えばスポンジを渡すと引っ張って引きちぎるんですね。紙を渡すとビリビリと先端する。人間って、もちろんいろんな勉強は大事なんですけれども、なんか手で触るとなんとなくそのものの特性を理解しようと。で、二つに壊せといったときに、一番そのものに対して弱い部分、物を見ない、手で触るだけで感じることができる、まあ、こういうことが僕自身すごく大事にしていることです。
で、それぞれのプロジェクトで、まあ、いろんなこう手のひらに入るような、まあ、ちょ一部手のひらに入らないような実験もしてますけれども、やってきたように思います。で次に、物語的であることを紹介したいと思います。これはこの柱というかという私の住宅作品のこれ1階部分ですけど、まあ、すごい大きな広いこう、まあ、半屋外空間ですよね。で床はコンクリートになっていて、まあ、土足でもいいと。でちょうどこれは住み始めてから1年ぐらい経った時の写真なんですけど、ちょうどこの手前の部分はなんとなくこう玄関っぽい自転車とかが置いてあって、真ん中のところはこの子供たちの遊び場で、まあ、三輪車なんかが置いてあって、で一番奥この部分はこのお施主さん のお父さんがカメラマンなんですけれども、その彼の実際の仕事場になっていて、まあ、非常にこう自由で豊かな使い方をしてくれる。なかなかこういう、まあ、これもちろんこう扉がついて室内になるんですけどね、手前も奥も。こういった半屋外の大きな空間というのは、現代の日本に失われているんじゃないかなと思って作ったんですが、まあ、きっかけとしては、先ほど の集落調査、をしてた時に日本中の集落、まあ、いい民家にこういった半屋外空間、これ土間ですよね、があったことが一つの原因になっていると思います。すごくまあ使いやすそうだし、まあ、こう日本みたいに、ある程度気候が温暖でかつ雨が多い地域なんかにこういうスペースは非常に有効だと思うんですけれども、まあ、近代化されていく中でどんどん失われていってしまったわけですよね。まあ、私としてはこの土間というものがどうやってどのような文化背景で使われてどうやってなくなっていったかというのは、まあ、専門家ではないのでわからないんですけども、この断片から現代の住宅を作ってしまうと、まあ、いささかちょっと何て言いましょうかね、強引なところもあるかと思うし、専門家から言うとそういう使い方は違うよと言われてしまうかもしれないけど、そこは現代有効であれば、イメージの源泉として使ってもいいんじゃないかというふうに考えています。まあ、それをもってこう物語的だと言ってるわけですね。まあ、つまらない真実よりも楽しい物語の方を選択したいと。まあ、歴史家に言うと怒られてしまいそうですけれども。でこれ、なんか考古学の分野だと、まあ、歴史だともちろんちょっとなかなか許されなそうな感じなんですけど、骨からこういう恐竜がいたみたいな話を、まあ、よくあると思うんですけど、なんか調べてみると、まあ、全身骨格が発見されている例というのは非常に少ないみたいなんですね。で骨の本当に一部から、まあ、いろんな、他のタイプ、まあ、近いタイプの、恐竜と比較して、まあ、こういう恐竜だったんじゃないかという、なんて類推がなされているわけですよね。まあ、こういった姿勢というのは非常に建築家やものづくりとしてこう励まされるなと思っています。まあ、実際に証明しようがないですしね、または100年後に新しい骨が発見されて間違ってたということがあるかもしれませんけど、こうちっちゃい骨からこの骨ってどういう恐竜だったんだろうって考えることが楽しいということですよね。で考えてみると、まあ、ほとんどの僕の建築作品の中でこういった伝統的な古建築がイメージの源泉、まあ、恐竜でいう骨の化石みたいなものになっていったように思います。こういった姿勢というのは、なんて言いましょうかね、特に伝統的なものを源泉手がかりとして現代の建築を作っていくという意味では、まあ、非常に菊竹さんに近いんだなと、そして伊藤さんから確かに遠いんだなというふうに思っています。少し具体的に、一作品だけなんですけど、私の建築作品を紹介させてもらって、最後、菊竹さんと、まあ、距離感みたいなものに行っていきたいと思います。これは木の構築という、2013年にできた、まあ、工学院大学、弓道場とボクシング場になります。まあ、実際にこう、まあ、非常に予算がないプロジェクトだであったことと、大学から大学施設に木造がないので木造にしてくれと、これは、事前に決まっていたことです。でただいい材木屋さんを紹介してあげるということで、その材木屋さんが持ってるこう木の市場みたいな、市というか、なんか市場、築地みたいなところですね、
競りとかをやるんですけど、そこに行って、まあ予算に合う、まあ、少ない予算に合う安い木を買ってきたんです。それが左側が、まあ下地材みたいに小さな木。一応ヒノキなんです。で、右側が柱用の正方形断面の木材なんですけど、これは食害、あの、カミキリムシの被害を受けてるんですね。あの、全く構造上問題がないんですけれども、まあ風評被害的なものがあって、全然売れなくて、通常のコスト、あの、値段よりも安く手に入る。この二つを使って建築を建てようじゃないかということになります。で、しかもその二つの、木材を、まあ一般の人でも作れるような、まあ、ビス止めであるとか、ボルトで締めるみたいな技術だけで大きな建築物を作ろうよと。ただ、もちろん、あの、実際には、あの、法律のこともありますので、しっかり、科学的な実験も行っています。左側だと切り欠きですね。ここにこう変形した時に練り込むことによって、こうバネのように、非常に柔らかいけどしなやかな対応してくれた。こうボルトでこことここを締め付けて、摩擦によってこの真ん中のやつを押してもこうずれないよというような。まあ、これ伝統的な木材だとよく使われてるんですけれども。あの、現代では、計算が難しいので再現がされないと。それをもう一回やり直したい。一番、大きい材でもこう女性が一人で持ってるようにで地面で組み立てて、クレーンで持ち上げて。で、非常に繊細な材に見えますけど、実際大変強くて、本当はこっち側にも最終的に材が入るんですけれども、そのこちら側の材が入らない状態でも十分、大工さんが足場板で上に立てるぐらいの強さを持っています。で、実際できたのはこういう空間ですね。で、ボクシング場は正方形断面、本当は柱用なんですけれども、これで梁もかけなきゃいけない。で、こう積み木みたいに梁を積み重ねていって、まあ、このような空間。で、これは何が物語かというと、まあ、民家と寺院、左側が江川家と民家、で右側が戸田寺の南大門ですね。民家の屋根加工。で、非常に繊細な格子による幾何学の構成。こうすると、重力を支えてるんですけど、こう浮遊感を持っていくと。で、これを弓道場に。通常であれば木造トラスを使わなければいけないぐらいの大きさなんですけど、こう微細な格子フレームでいけると。で、この、繊細な格子による幾何学の構成というのは現代でも浮遊感を持っていると。で、自社の軒先幾何構、この部分ですね。これ同一断面、みんな同じ断面ですね。水平材による部材が標準化される。そうするとなんかこう、組み立て感が残っていて、完成した後でも、竣工した直後のこう、臨場感みたいな、保ってると。で、通常であればこういう登り張りみたいな採用しなければいけないんですが、この柱材の天秤フレームというものをボクシング場で採用している。要するに、同一断面の部材をして、同一断面で部材を標準化すると、まあ、臨場感を現代で持つよ。まあ、こういうことを私が歴史から抽出したわけですね。ただこれって合理的になんか見えるとよく言われるんですけれども、特に海外から来たお客さんたちにですね、実際には本当の合理ではないんですね。例えばこの弓道場の方っていうのは、実はこの辺りの部材ってそんなに役に立ってないんですよね。まあ、極力はなしで。この下の、一番下の部材と、この三角形と、周辺の部材がちょっとある。このボクシング場も、実は、この一番下の材を、テンション材、まあ、ワイヤーみたいなものにつないであげれば、まあ、ここまで大量の木材が必要だ。これをなくすために、まあ、木の量で、実は対応している。まあ、非合理とまでは言えませんけど、完全合理ではない。完全な構造合理。ただ、それが、合理的に見えるということが非常に面白いと思っています。合理的であることと合理的に見えることのズレですね。
こう構造と空間が非常に重層的な関係になってる。でさっきの東大寺南大門も実はそういうところがあって、まあ、これ非常にこの抜きが有名なわけですけど、断面図こういう形に、この青い赤い部分が、まあ、今回でいうところの加工軸組みなんですけど、本当に合理を求めるとこの位置に入ってた方がいいわけですね。ここに三角形が形成されてますので、三角形の一番上と一番下をつないであげた方がよくて、真ん中は特に実はいらないんですね、抜き材が。だけど現状では一番上にも入ってない、一個下に入って、一番下にも入ってなくて、一個それを上に入ってて、で真ん中も一本入ってる。しかもここのこの抜きのピッチとここの抜きのピッチはずれてるんですよね。これはまあもちろん仮説ですけど、意図的にこの建築家が行ったんじゃないかというふうに、なんかまあ類推しているわけです。で、すいません、ちょっとあれですけど、菊武さんのこのいろんな建築もこのようなところがあるのかって。これ、島根県立博物館ですけれども、まあ、非常に大胆な、この前面のところがピロティ、二層吹き抜けになっていて、かつ梁がドーンドーンと出ていて、ダイナミックだと思うんですけど、実はこの梁が出てる形というのは、これ通常の、まあ、こういう格子型のものですね。これラーメン構造と建築では言うんですけれども、非常にこれ合理的に見えるんですけど、実は結構構造的には非合理だと結構あるんですね。で、少し柱よりもこの横材、梁を出してあげた、こうバランスドラーメンというんですけども、この方が応力的には小さくなる。まあ、それをしっかりと分かって、まあ、日本で最初期のRC 建築だと思いますけど、まあ最初期とは言いませんけども、まあ、かなり初期の RC の大規模建築だと思うんですけど、それを採用されていると。ただ、一方で、この二層吹き抜けのこの柱って非常に負担がかかってるんですね。こっちにも同じ柱がこう連続してるんですけど、こっちの柱っていうのは2階の床と梁がいるので、結構構造的に安定する。こいつは2階でここが接合されていないので、この柱よりも、もし構造的な合理を追求するんであれば、太くなるべきなんですよね。それを菊武さんは全部同じ大きさにしてる。この辺でものすごく構造の合理を突き詰めているところと、合理的に見せてるけど、実は非合理なところ、両方を意図的に使い分けてるんじゃないかなと、まあ、こんなふうに思っているわけです。これが平面図になりますけど、まあ、この柱が吹き抜けの部分の柱ですよね。で、この柱と同じ大きさをしている。まあ、この辺は、耐震補強、耐震、補強されたあの山本さんがいるんで、釈迦に説法になってしまうかもしれませんけれども、まあ、そのように思いたいというふうにお考えください。ここですよ、ね。通常部分は、この柱もこの柱も、この2階の部分、つながってて強いんですけども、吹き抜け部分だけはこれがいない。柱の長さが2倍になっちゃってるわけですね。まあ、ザクツ長さと建築界では言いますけど、これのコントロールぶりが非常にユニークだなと。で、ほぼ同時期に、まあ、非常に近い隣の県の倉吉、鳥取県の倉吉で丹下さんが庁舎を建てられていて、これもコンクリートのグリッドフレームなんですけど、で、ここでも一部バランスドラーメンを使っているんですよね。ただ、バランスラーメンは使うという、まあ、合理的なところは共通点としてあるんですけど、この建物、少なくともこの建物で丹下さん、吹き抜け部分もあるんですけど、柱はその2層吹き抜け部分に持ってきてないんですよね。できるだけ、構造的には、まあ、非常にバランスの良い、無理をしない方向で振っていると。この辺がこう丹下さんと菊武さんの違いなのかなと思っています。まあ、長野さんも先ほど秋吉さんのお話にもありましたけど、長手方向にスパンをかけてるわけですよね。まあ、イメージの源泉がこの田舎家だという話ですけれども、まあ、言うて田舎家と建物は違うわけなんで、まあ、非常にこう、なんて言いましょうか、合理的なところと合理的に見せるところ。東高円もそうですよね。この組柱、これ、厳島神社の大鳥居から来てると言われてますけど、まあ、実際には、コンクリート、木造じゃなくてコンクリートですよね。で、これ抜きでメインの柱をサブの柱が捕まえてますけれども、構造的にもし本当に合理にするんであれば、この抜きの部分っていうのは高さを揃えた方が
構造的には合理なはずですよね。この高さ、この抜き絵の高さを変えてるというのは、木造の建築の抜きを形として踏襲されているという。まあ、こういうことを非常にダイナミックにやってくるのが菊武さんの面白いところ。合理的であることと合理的に見えることのズレ。通常の建築家はこのズレをなくそうとしていくわけですけれども、多分菊武さんと、まあ、僭越ながら僕もこの合理のズレが面白いと思ってる。そうするとですね、この加工をデザインすることというのが、実は、なんと言いましょうか、社会で一つしかないと思われているのが合理。この合理もデザインすることができると。こう思っているというふうに考えています。はい。以上になります。少し長引いてしまってすいませんでした。どうもありがとうございました。はい。僕も福島さんのお話途中まで聞いてる途中は、合理的なデザインですねって言いそうになってたんですが福島さんのお話のその、まあ、冒頭のところでも工学とエステティックの話があって、日本はそれを教えているから海外と比べて得意なポジショニングをしているっていう話もあったけど、実は、まあ、それは何だろう、日本の大学の中での衣装って別にその美学って全然教えてないのではという気もしていて多分今回のその菊武さんの建築をネタに、こうやって建築家の方と工学も含めてお話しするっていうことの意味は、まあそういったことを、なんだろう、まあそれぞれなりにこう発見するというか、まあその美学の部分、今まであんまり語られてない美学の部分もきちんとこう検証できる意味かなと思ったりいたしました。どうもありがとうございました。そしたら最後に森田さん、よろしくお願いできますでしょうか。